結構釣れるかも。いい日に当たったかわからん。ボトム付近を結構キープさせてます。そう、聞かれたので答えたいと思います。おしゃ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 、テンションホールとかの話なんやけど、あでもまあこうじ、あおってた、ちっちゃいな。聞かれたので答えたいと思います。まあ、テンションホールとかね、そういうお話なんですけど、どっちの方がいいのか、フリーホールとテンションホール、初心者さんでね、まず初めはテンションホールからやっていくといいと思います。ジグヘッドの重さを感じないと話にならないと思うので、その慣れている方だといいんですけど、ラインで当たりを取っていくことが多くなると思うので、まずね、アジングの基本はジグヘッドの重みを感じることだから、やっててジグヘッドの重みを感じられないのであれば、もっとね、ジグヘッドを重くするとかね、そういう工夫をしていけばいいと思います。重いから釣れないとかっていうのはないと思うので。うわ、釣りにくいな。風速8メーターやから、今僕なんかもテンションホールでそんなこれ投げてないんですよね。どちらかといえば流れの中を釣ってってるだけなんで。おっし、ほら、流れの中を釣るとこういう感じでかかってくれるんで、しかも結構量系のがおる。はい、じゃあやっていきたいと思います。そう、さっきのだから続きなんやけど、テンションホールでそんな飛距離気にすることないと思うんで、流れの中さえしっかり釣っていれば手前でも釣れるんで、そうちょん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 しながら落としていくといいと思いますよ。今なんかもう座ってこれやってるんですけど、立つともうロッドが暴れる。おしゃ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 。はい。まあいいや。ピュッ。投げて。もうなんかひったくってたような感じ。巻きでも釣れそうな感じやけどな。でも何してるかわからんなって感じるようであれば回収する。で投げてやる。でラインメンディングをしっかりしておけば、釣れた層だけは覚えておく。この季節はなんかね、闇雲にあんま入らん方がいいと思います。あーくそ、闇雲に入るとやっぱダメなんでね。ちょっとこれ邪魔やな、やっぱり。くどい。
今はボトムを落としてスーッともうキープ、ずっとキープです、ボトムを。とりあえず糸吹けを出さない PE なんでね、もう何やってるかわからなくなっちゃうんで。よし、あー外れた。これあれやな、外れなかったら本当当たりわかるやろな。ちょっとあれやな、波見てやっとらんと危ないな。結構満ちてくる時なんでね、今から中潮なんで潮位高くなると思うんで、これもう巻き合わせでいいや。あー外れた。なんかね、手元に来る当たりというよりは吸い込んで、あれやな、コーンという当たりじゃないな。何やろこの変な当たり、もぞやな。横でやってみよう。いろいろ試してみやんと分からんし。横やとあかんわ、分かりづらいわ。いろいろあるんやな、これ。座った方がやりやすいな。よし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 。あーでもちっちゃいかな、これも。適度に引いてくれるけど。ムツがおらん。さあやってみます。風の合間をめがけてビュッと投げて、でラインメンディングして、ちょっとこの時ある程度巻き取ってます。その分探れるのはあのね、あの短くなるんだけど、まあ、操作性のこと考えて今日はこうやっていかないともう無理や。おっしゃ、あー外れた。これフックでかい方がいいんやろな、絶対。ちょっと大きい投げてメンディングして、釣れた層を中心にキープ、でちょっとずつ巻いてキープ。でジグタンの重みが今感じられなかったので回収しました。
ありそうなんやけどな。なんかすぐどっか行ってしまうな、やっぱり。この季節はタングステンに助けられることがマジで多い。ちょっとあかんな、おらへんな。よし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 。マジやよな。スッと吸い込んどるもんな。いい感じで。はい。手前で今日は結構食ってくる。